1月7日日曜日の全国の天気をお伝えします。冬型の気圧配置となり、北日本日本海側や北陸では雪や雨が降ります。北陸では早い時間は雨が降り、夕方にかけてだんだんと降るものが雨から雪へと変わります。湿った雪が積雪する影響で新たな災害の発生、被害が拡大する恐れもあります。厳重な警戒をしてください。そして北日本でも雪が降り、一時的に降り方が強まる恐れがあります。積雪の急増や吹雪による視界不良にもお気をつけください。そして東日本から西日本にかけては日差しが届くところもあるものの、明日は全国的に前日よりも気温がぐっと下がります。寒暖差で体調を崩さないようお気をつけください。最新の気象情報はアプリウェザーニュースからもご確認いただけます。